特徴、おアイドルらしからぬいろんな特技を持っている。あららら、ね、いきましょう。はい、高橋みなみの特技は、はい、滑らない話。あららら、そうやろ、はい、でも高橋みなみはこの前超面白いことがあったんですよと自分でハードルをグイグイ上げてとっておきの面白話を披露するが 200% 滑る。 100% じゃないですか。すごいな、 200% 滑るよ。お前ひどいやないか。ここで突然ですが、南高橋の滑らない話、ある意味すごいんです。すごい面白いよ。本当に面白いです。最初から言わん方がいいと思うよ。それすごい面白いとか。いや、これは自信があるんで。あ、そうなの、はい、な、聞こう。あのですね、コンビニの前に猫を見つけたんですよ。コンビニの前で猫、はい、野良猫なんですけど、あ、可愛いと思って猫缶を買ってあげたんですよ、その猫に。いいこと、いいことしたでしょ、うん、で、それで、ちょっと食べなくなっちゃったから帰ろうと思って、ちょっと、あ、可愛いなと思いながら後ろ向きながら帰ったんですよ。そしたら、遠くから、犬を連れたおばあさんが来て、で、その猫缶食べさせたんですよ。その犬に猫缶を食べさせたんです。うん、食べちゃったんだ。面白いでしょ。だってよ、笑いどころなんですよ。どこが私が猫のために買った猫缶を犬が食っちゃったっていうお話。俺は滑った。今日はちょっと調子悪いだけ。いや、お前の調子いい時見たことない。